IEEE 1394は AV 機器やコンピュータを接続する高速シリアルバス規格である。1986年にアップルが提唱した Firewire 規格をソニー、TI、IBM などと共同で1995年に IEEE 1394から1995として標準化したもの。IEEE 1394は スカジーの光景を意識しつつ、ホットスワップにも対応したシリアル汎用バスとして設計され、ビデオオーディオ分野やコンシューマー向けストレージの接続用として普及したほか、ビークルバスの IDB-1394 は本規格を拡張したものである。同時に十四台の機器を同一ネットワーク上に接続でき、初期は1 0 0 b p s 200Mbps。200 400Mbps、あとに 800Mbps という通信速度で策定、普及した。最終的には 3200Mbps に拡張されたが、この速度での使用例は、ごく少ない。IEEE 百九十四ホストコントローラの、例その性格上、様々なデータをやり取りできるため、Firewire、iLink、DV 端子などの複数の名称が使われるように、 なった。ファイア e w イヤーは、提唱者のアップルが使用していた開発コードネームで、あったが、2002年5月29日に商標化した。これを、正式に IEEE1394 の統一ブランドとして採用することが、IEEE1394 の推進団体である1394トレードアソシエーションから発表されている。一方、ソニーは、 ファイアーワイヤーが i、EE、e e 1394の統一ブランドとして採用される以前から自社のデジタルビデオカメラ製品などに搭載した i、EE、e e 1394端子を iLink と呼び同社の商標としているこの故障は DV 端子とともに主に家電製品で使われる名称として一般にも普及した DV 端子もデジタルビデオカムコーダや デジタルビデオテープレコーダーに搭載された IEEE 1394端子の故障の一つであったが電源供給機能を持たず通信できる信号の内容が DV 規格の映像音声信号のものに限定の設計になっている現在では iLink 等と呼ばれることが多いプラグプレイ及びホットプラグに対応しているバス上に ホスト機器を必要とせず、機器から機器へと接続するだけで、データ転送が可能になっている。そのため、IEEE 1394対応機器は、ポートを2つ備えている場合が多い。この2機のポートは、片方から送られてくるパケットは、リピーターとして、必ず他方へそのまま再送信することが義務、付けられていた。例えば、パソコンで使用するのであれば、 パソコンのポートから DVD ドライブ、DVD のポートから HDD と、数珠つなぎに接続できる。また、リピータハブを用いて、ツリー上にネットワークを組むことも可能である。ツリーとデイジーチェーンを混在させることもできるが、ネットワークがループバックを形成してしまうことのないように注意が必要である。また、 ケーブルの長さは4.5メートルまでで、機器の接続は63台までという規格になっている。IEE-1394 e では、様々なデータをやり取りするため、IEE-1394 e が規定する、プロトコル上にスタックするプロトコルが用意されている。その中でも SBP には、 スカジーコマンドをやり取りするためのプロトコルでスカジーで接続できるデバイスを扱えるようになる。機器への電源供給に対応した6ピンコネクタと、非対応の4ピンコネクタが存在し、i l i n k DV 端子としては、主に4ピンが用いられる。IEEE1394 から1995、IEEE1394A-2000 など、 いくつかのバージョンが存在するが、いずれも、ほぼ同等の機能を持つ。6ピンコネクタは、8ボルトから最高 33V、1.5への、強力な電源供給機能を持つが、これらの供給能力は、バス上に存在するすべての接続機器の能力に、左右される。IEEE-1394 は、複数の企業にまたがる複数の特許技術が、 採用されており、当初、その利用には個別にライセンスを受ける必要があった。一方で、類似規格である USB では、デバイスの製造には製造者の申請こそ必要な、ものの、特許使用料自体は無料であった。このことにより多くの中小企業が参入の、難しい IEEE1394 ではなく、USB を選んだと言われており、 USB を用いた玩具など幅広い製品が発売された。この IEEE 1394に関する複雑な特許問題は早くから特許を保有する企業群の間でも問題視されており、1999年5月には共同ライセンスプログラムを発表し、1デバイスあたり1ライセンスで25セントの特許量支払いで解決できるようになった。ただ、 一デバイス一ライセンスであるため、一企業一ライセンスと、単純な USB ほどの広がりは見せていない。前述の特許問題の影響で、チップセットメーカーであるインテルが、IEEE1394 のチップセットの統合に消極的だったことによって普及が思うようにいかなかったことや、USB が速度を大幅にアップさせた、USB3.0 を登場させ、 IEEE 1394の速度を上回ってしまったこと。さらに、Apple 自体も、インテルと共同開発したサンダーボルトを策定したことによって、マッキントッシュなどをサンダーボルトに置き換えるなど、IEEE 1394を搭載しない、パソコンが徐々に増えていき衰退していった。IEEE 1394 カード i e e 1394ベースの接続企画。ありがとうございます。